和平の道は断たれ、侵攻を再開した帝国軍は王都ラバナスタに迫った。ダルマスカの命運は消したのである。もはや抵抗は無意味であった。サルスジから入手した情報に基づき、私はダルマスカ国民へ呼びかけた。徹底抗戦を唱え、ラミナス陛下を暗殺したバッシュ・フォン・ローゼンバーグ将軍は大逆犯として処刑された。未だ戦いを望む者は将軍の同類である。ダルマスカを滅亡へと導く恥ずべき反逆者である。真の愛国者よ、剣を捨て祈りを捧げよ。平和を望んだラミナス陛下の慈悲深き魂に、そしてまた祖国の敗北を嘆いて自ら命を絶ったアーシェ殿下の誇り高き魂に、王家を失ったダルマスカはほどなく無条件降伏を受け入れた。